専門学校に入るときに決めたのは、うんうん、ここで一旦真面目にやり直そうと思って、うん、リセットするぞと。そう、真面目にやり直そうと思って、もうすぐ人当たりよくもうクラス全員と友達になるつもりで行ったんですよ。でまさかこの服装で行ったわけではないですよね。この服装です。じゃあ、北斗の拳の、うん、あの村を襲いに来る側じゃないですか。まあジーロとかですよね、うんうん、どっちかっていうと救世主よりかは絶対に人間オリンピック、ね、こいつオタク使って人間オリンピックしに来たみたいな、うん、でも一つ言い訳をするとその頃は革ジャンじゃなかったんです。ジャージでした。ジャージだったんですか。ジャージでした。でもここに棒がついてるかもってみんな思ったと思うんですスペードじゃないですかスペードとかジャッカルじゃないですか。いやでもそれはコミュ力でなんとかカバーしたんですか。あの本当に自分にそんだけのコミュニケーション能力ってあるとは思ってなかったんですけど。いやだから爆発したんですよ。そこで今まで読んできた本とか、そうそうそう、こう蓄積したものがある意味、うん、暴力ではなく初めて言葉として爆発したんですよ、うん、きっと。あとは単純に周りみんなオタクだったっていうのがでかいですね、うん、俺の好きなオタク、うん、つまり好きな人間しかいない。そうか、好きなコミュニティに初めて来れたわけですよね。初めて来れた。で、うん、最初は当然警戒されましたけど、めげずに話しかけたりとか遊んだりしてるうちにみんな受け入れてくれるわけなんですよね、うん、なるほど。だから大体みんなと仲良くなって、まあ、飲み会したりカラオケ行ったりとかそういう経験もね、うん、初めてだった、うん、あすごく楽しかったですし、あとクラスで成績いい方だったんですよ、これ初めて。初めて、うん、あの偏差値30とか別としてですよ、うん、あの課題とかをちゃんとやるようにしたんです。あのここしかないから俺には。だからここしかないからサボる暇もないんですよ。好きこそものの上手なれが、うん、まさに字でいくような。そうなんですよ。でそれまで特に文章の勉強とかもしてこなかったんですけれどもいやでもやっぱ本読んでたのがでかかったんですよ。そうなんですよね。だから小説読んでたおかげでなんか最初からそこそこ書けたんですよ。出てきちゃうんですよね、うん、言葉。だから正しい文法、いわゆる美しい文法っていうものが本読んでたおかげで自然と身についてたんですよね、うん。のおかげで割とクラスでも成績いい方で発表会でも優秀賞を取ったりとかして成功体験重なるんですよ。ウキウキになってきた。ウキウキですよね。俺この世界やっていける。でそれでそのおかげで結果的に今ここにいる。なるほど。だから専門学校に入ったところが一番のターニングポイントです。一番大きかったですね、うん、そこで入ってなかったらと思うとゾッとしますね。うん、何やってたんだろう今頃って。多分塀の中でしょうね今頃。本当ですね、うん、今頃というかとっくの前にって。ちなみにその行った専門学校は東京、あバンタンゲームアカデミーです、はいはい、あの雑誌で広告で見たやつ見たで、うん、東京だったんですね。東京です。恵比寿にもありますねバンタンね、うんうん、バンタンは割と、うん、バンダムも結構開発者でいますよ。バンタンには世話になりましたよ。割とねプログラマーとかで優秀なのが結構。聞いた話で面白かったものがアミューズメントメディアあるじゃないですか、はいはい、バンタンとアミューズメントメディアが構想してた時期があるらしくて。ああ本当ですか。それは初めて知った生徒が勝手にあそうなんですか。勝手に、仲悪かったらしいんですよ。へえ。その時にアミューズにいたのがアークシステムワークスの森利光先生ですね。ああそうなんですか。あの森さんまさにあの人も恵比寿の専門学校出身。そうそうそう、その時、はい、バンタンもアミューズも恵比寿にあったんです。恵比寿ですよ。だから今でもそうですよ。同じ島で2つの専門学校があるから揉めてたんですね。テリトリーもまさにマフィアの世界じゃないですか。どうやらうちのバンタンのその、まあ、俺からすると先輩なんですよ。バンタン側の生徒が粉かけたらしくて、うん、あのアミューズのところに自動販売機なかったらしいんですよ。バンタン側に買いに来るんですって。はあはあはあ、でバンタン側の自動販売機そんなに不便な場所かエビスって。あの確か森さんの飲みたいものが、うん、そっちかって。そういうことだったんだ。うん、森さん買いに来てて、うん、買いに来たら、うん、その鍵口叩かれたから、うん、アミューズのやつが来てんじゃねえよって。うんうん、プツーン来てそいつの頭を自販機に叩きつけたんですよ。森さんが？森さんが。森さんもやりそうだからな。やるあの人は、あの人はああ見えてあのままだからなあの見かけ通りの人って珍しいんだよね、うん、あまあ確かに。でもグラサン三重師の一員ですからね。そう、うん、森さんも。ただグラサン三重師の中で一番手が出るタイプ手が出るタイプ、まあ、当時学生ですからね言うても。
まだ若かったですからね。だってあの人と話取れるけど、うん、あの人ね、いやあいつどうかと思いますよねって話してて、うん、僕が冗談で、うん、森さんのレクサスで、うん、あいつんち突っ込みましょうよっていう話に対して、はい、僕が期待してたのは、ね、ちょっと待ってください、なんで僕の車なんですか、うん、だったんですけど、うん、あの人そこに対しては一切反論しませんでした自分のレクサス使うこと自体は受け入れた、自然と受け入れて突っ込む、むしろそこに車で突っ込むってことに対しての需要性がすごい高くてこいつ大丈夫かと思いますよ。原田さんにそれ言われるの相当ですね。ここの人本当はやべえ人なんじゃないのかっていういやーでも森さんも俺が専門学校生か卒業する間際くらいの時代が付き合いがあるんですよ。ああそうなんですね。その頃可愛がっていただいてて、うん、だからまさに可愛がるタイプですかね。そうなんですよね。すごいお世話になってインタビューとかも指名で呼んでもらえたりとかして、うん、面倒見のいい兄貴ってイメージですね。あでもあの人普段はやもう勘弁してください、やめてくださいよって言ってるじゃないですか、ええ、あれずっとそんなタイプに見えるのにずっといじってると、うんってなった後にお前そろそろ暴れるぞこらって言うめちゃめちゃそっくりでしたよ。言いますよねそれ森さん、うん、あの瞬間これめっちゃおもろいですけど、うん、めっちゃ面白いですよね。けど言うんですあの人、うん、突然言ってるそろ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 暴れるぞこらっていうのは、うん、ゲーム業界でもあの人だけですから、うん、本当にこいつ本当に暴れるんじゃないかって。専門学校はそういう濃い連中が集まってたんですよ。でもやっぱその時代が、うん、やっぱターニングポイントだったんですね。ターニングポイントでしたね。だからもうそこで俺はここでやっていける一生の仕事にできるっていう自信が持てたからこそ、そこから道それることもなくここまでまっすぐ来れたわけで。その時は何て呼ばれてたんですかね。あとこうニックネーム的なの。カジタ君、カジヤン、カジヤンか、カジヤンとかカジタ君とか、うん、カッジとか、うん、呼ばれてた気がしますね。ちなみに俺のマフィアカジタっていうニックネーム、ペンネームですけれども、はい、これバンタンで付けられてるんですよ。僕それ聞こうと思ったんですよ。やっぱりバンタン時代だったんですか。講師と結構話す時間が長いんですね、はい、バンタンって、はい、講師と生徒の距離が近くて、はい、そこもいいとこだったんですけれども、そこであと喫煙所で一緒になった時に、俺そのペンネーム欲しいんですけれども、つけるとしたら何がいいですかねって聞いたら、タバコをこう一ふかしして少し考えて、うん、マフィアカジタじゃないって言われたんですよ。それでもほぼほぼ囚人番号893ヤクザカジタって言われたことと、文字だけで並べるとエピソードとしては変わんないですけどね。一応なんでそれ使えたか理由はあるんですよ、うん、俺その時に確か課題かなんかでゴッドファーザーのゲームのレビュー書いてたんですよ。それよりによってよりによってではない、よりによってではないですよ、好きだったんで。でもやっぱそっちが好きなんだ。好きだったね。ゴッドファーザー自体はもう映画も好きでしたけど、ただその時は別にそれを自分の売りだと思ってなかったんですよ。ああ、好きな映画の一つ、自覚がなかったもんですね、うん、好きな映画の一つだし、そのゲーム化したゴッドファーザーが、うん、まあ、面白かったから、うん、それのレビューとか書いたりとかしてたんですけれども、まあ、するとですね、どうやらそれが得意ジャンルだと思われたみたいなんですよ。うん、それは多分それは偏見、こう見かけから入ったと思うんですよ。でも洋芸も好きだし、洋芸ってそういうクライム系多いじゃないですか。あ、そうです、もちろんもちろん。だったらこれマフィアカジタって名前意外と悪くないんじゃないかなって思って。う、ね、もう洋芸は人が死なないゲームの方が珍しいぐらい。そう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 、だからもう犯罪者主人公のゲームなんて洋芸はほとんどそんなんばっかりですね。だから俺そういうゲーム仕事にしたいなと思ってたんで、うん、だったらこれインパクト的にもあるんじゃないかなと思ってありがたく頂戴したんですね。ああ、そこで完成しちゃったんだもん。でそしたらですね、まさか10年以上経ってもずっと浸透し続ける名前になるとは。いや、そうですよね。まさかその頃の
カジサさんが、うん、シンゴジラのスタッフロールにマフィアカジサって出てくるとは思わなかったんですよね。思わんですよね。いやそう考えるとこの十何年は幸せな人生を、うん、幸せでした。歩まれてますね。本当に幸せだと思います。だって全部好きなことをやってきてるんで、本当に、ね、子供の時代に地獄を味わったほど大人になった時楽しいと思うんですよ。わかります。僕もだからゲーム抑圧されての今なんで。だから子供の頃に戻りたいっていう人いるじゃないですか。信じられないですよ。わかります。わかります。なんであれをもう一回味わいたい。僕も大学で一人暮らししてからの弾けっぷりの方が。でしょ、うん、そうですよね。俺も専門学校入ってからの方が人生が一気に楽しくなったんですよ。だからそれ考えると、な今流行ってるタイムリープものとかも考えるんだなって思うわけですよ。俺自身が戻ったら、ね、下手したらだってもう揃える方しかいかない。だってサイコロの目の確率で言ったら、うん、本当1位以外は全部ヤクザマフィアって書いてある世界で、でたまたま1位を行くタイミングがあったからだけですもんね。あと他にもありました。相撲部屋と、うん、っていう。今でも忘れないでおこうって絶対に思ってるのが、当時の自分は本気も本気だった、うん、当時の自分にはそれしかなくて、それを子供だったからの一言で片付けるのはあまりに不誠実じゃないですか。ああなるほど。当時はそんな生き方しかその場所としか許されなかったんだから、それは今大人になって幸せになったお前が偉そうなことを言ったところで、うん、当時お前が嫌ってた周りの人間と同じだろうって話になるんですよ。なるほど。それを忘れるとすごく嫌になるんで。なるほど。だから過去のそういった 悪さを誇るっていうのはすごく嫌なんですよ。あ、分かります。そういうのは絶対したくないんですけれども、 かといって完全に卑下してこんなことする若者はクソだって今になって言うのは絶対言わない。そうですよね。だって今かつての自分もそれ近いわけだったんです。同じことをしてるやつがいたら応援しますもん、頑張って頑張って。そうですよね。だからヤンキーとか元ヤンとかの人たち幸せだと思うんですよ。あ、そうそうなんです。大人になってだって俺は昔よみたいな話を堂々とできる。いや、そうなんです、うん、意外とヤンキーの方々っていうのは割と、うん、ある意味中学校ぐらいの時から人生をある意味謳歌できちゃってるんですよ。と、うん、羨ましい。いわゆる今言っちゃいけない言葉らしいですけど、そう一時流行った言葉としてね、うん、なんていう言葉があったわけじゃないですか、うんうん、ありましたね。であれっていろんな意味を含むんですけど、ちょっと外れの田舎行くとやっぱりヤンキーが強い時代ってやっぱあったんですよ、うん、今でこそそうじゃないかもしれないけど、僕らとかの奈良県とかの中高でさえ、うん、やっぱヤンキーっていうのが幅を利かせてて、で彼らはモテるし、うん、クラスでも一目置かれるし、まあ、なんならこういう俺みたいにクラスの隅っこでイラスト描いてるようなやつはやっぱりなんか言ってくるしみたいな、うん、まあ、僕も中学校の時はそうでしたね、うん、ヤンキーがに絡まれるのが嫌で、うん、これは初日にかますしかないって思い込んじゃって、うんうん、小学校の時はもうギャグばっかりやって漫才やるような子だったのに、中学校の初日にヤンキーのヤバそうなやつが一人一人になんかよろしくなって握手していってんの怖っと思って、でそいつを無視してやると思ったんですよ、わざと。おかっけー。無視したら何か言われると思って、うん、無視したらおいって、野球部のエースだったんですよ、うん、あるある。で俺が唯一覚えてた「ビーバップハイスクール」って、親戚んちで読んでた「ビーバップハイスクール」って漫画で覚えてたセリフで、うん、俺よく考えたら13歳が言うセリフじゃないんだけど、俺がお前の面を汚すようなことを何かしたのかってセリフが「ビーバップハイスクール」って書いてあったから、それをそのまま言ったんですよ。ビーバップハイスクールになると「俺はお前の面を汚すようなこと何かしたんか」って言ったら、多分小学校卒業したてのこう子供たちにはかなりインパクトのある、うん、あったでしょうね、セリフだったんでしょうね。そのセリフはこいつはびっくりしたんじゃなくて理解できて、うん、うん、うん、って顔になって僕は話してくれたんですよ、うん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 、そしたら休み時間に、うん、P 入れますよね、そのっていうあいつに喧嘩を打ったやつがおるらしいみたいな感じで、うん、みんな見に来たんですよ。へ、
だけど僕はヤンキーじゃないわけじゃないですか、はい、そういうことを最初に一発かますともういじめに来なくなるというか、おう、こいつはなんか隠してるぞみたいな、うん、ただそうすると賞味期限があって、はい、あの半年ぐらい立つとメッキが剥がれ始めるわけですよ、はいはいはい、あれこいつひょっとしてヤンキーじゃないな、こいつなんかこいつヤンキーとか喧嘩が強いわけじゃなくて、なんか端っこでなんか G ペンとスクリーントーン切ってるぞみたいな本格的じゃないですか、教室でやることにしてはバレ始めるわけですよ、はいはい、僕がバレ始めた時になんかマヒアさんとちょっと違うな、僕はそのではなくて、ね、僕はあの権力の方を、権力、はい、これもまだ良くないですけど、どうやって子供が権力、そのうちはマヒアさんとまたちょっと違うの、そのたまたま母方もそうです、うん、父方もそうなんですけど、うん、いわゆるその国から勲なんとなんとか瑞宝章みたいな、うん、こう勲章をもらっちゃうような家系なんですよ、うん、その国から表彰されて、あの皇居とかで表彰される、うん、そういう親とかおじいさんとかだったので、なんか、ね、僕も小学校の時は違和感思いなかったんですけど、うん、だんだんと中学校ぐらいになってくると、これは何だろうと思うんだ、そのなんか例えば町で体育館を借りたい、借りたいってなんかそのレクリエーションとかで、うん、あと体育館って結構やっぱ人気で、なかなか予約が取れないんですよ。ああ、うん、ただうちの親父が私服で行くと取れないんだけど、はい、うちの親父がこう金銭の入った制服、すごい金銭がいっぱい入った制服を着て、はいはいはい、受付に行って、ちょっと来月のこの時間取られへんかなって言うと、余裕で予約が取れるんですよ地元っぽい。で俺はあら子供心に、世の中にはババ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 って走ってたりとか、うるらダメどんけどらって言ってるおっさんらをしのぐ力がどうやらあるらしい、うん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 、それは決して拳や銃の力ではなく、ひょっとしてここについてる何かの方が強いのでは、制服のパワー、そうと思ったんですよ、うん、だからこれだと思って、僕が強いんじゃないぞと、何かあるために親戚とか親の名前を出して、うん、ああ俺の親父、俺そんなことされんのやったら呼んでくるでいやも逆にものすごく潔のいい子供ですよ。そうです、普通親頼るのもなんかこっち抵抗あるじゃないです か、ね、情けないとかあるじゃないですか、ないなくて全くなかったです。それをはっきり言えること自体がやっぱ非凡なんですよ、はい、うん、僕ね、はい、親戚母方いるんですけど、墓を見に行ったんですね、さなんか全然知らない人まで花とか水やってるんですよ、親戚じゃないんですよ、うん、そうなんでなんだろうと思ったら墓を見たらこうでっかい星とかが入ってるんですよ、うん、死ぬほどでかい星とでっかく、もうマイケルさんより背の高い、お墓じゃない、いや違うんですよあれ軍人の墓なんですよ。あでも戦死した理由とか書いてあるんですけど、まあまあ偉かったわけですよ。おじいさんですか。じいさんとかひいおじ、直接のおじさんじゃなくて兄弟のおじさんとかも軍人系のすごい墓がいっぱいあるわけですよ。そういうの見てみんなが敬ってるの見ると、あの星がすごいことがすごいって頭になっちゃうから、ちょっとこじらせたのと勘違いと大げさに振る舞いたいっていうのも込みで、そんなん言ってくるんだったら呼ぶわ。全部読めねえねって言ってたんですよ権力のパワー、そうこれが三島財閥に繋がるんでしょうね。なるほど、腑に落ちた、うん、だから僕はこの、うん、やっぱ権力っていうのをふんだんに中学校ぐらいからこう使ってましたね。いや賢い。そうするとやっぱこう、うん、そういう役、ヤンキーのあれとかにあんま巻き込まれなかったですね、うん、最初だけは完全にヤンキー漫画の導入だったんですよね。
それまでヤンキーじゃなかったやつが伝説を作っていくところが頑張ってみたんですけど、うん、すぐにメッキが剥がれるのでもったいない。そうもうこれは持続できない。だって次何かあったら多分ボコられて終わるんで。そこからカメレオンみたいなルートに入る。入らなかったんですよ僕は。急にスネ夫のルートに入ってスネ夫のルートですよね。親とかを使う、ね、反体制かと思ったらいきなり体制派ですもんね。なるほど。でもそれはそれで、でもやっぱりそうせざるを得ない環境に置かれてるのが辛かった、ね、すっごいある意味中学校は公立で、うん、わ悪いとこだったんですよ。僕姉の世代までは本当朝日新聞の3面にの常連ぐらい荒れてたとこだったんで怖かったですね。なんか俺の世代なんかおとなしかったもんですけれども、それ上の世代めちゃくちゃですよね。いや本当すごくて、だから姉なんてヤンキーじゃなかったのに、あの姉2人いたんですけど、その姉からのお下がりのカバン使うわけでしょ中学校って、うん、もう姉なんてヤンキーじゃないのにこんな薄さの、うん、べちゃべちゃに潰れてる薄いのね。もう全部ホチキスで止めてあって中はテープ巻いてました。テープも巻かれてぺったんこなんですよ。今日入んないんですよ。鉄板入ってました。鉄板入ってなかったんですけど入んないんで、あのリュックに死ぬほど教科書入れて何とかペラペラの持っていく。なんで持っていくんですか。それ持っていくのは何か理由があるんですか。持っていかなきゃいけない。ルールなの、校則なんですよ。そういう学校だったんで、まあすごいのが言うんですよ。なんかちょっと揉め事起こすお兄ちゃんがあのバイクで校庭にバン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 って入ってきて先生たちが抑えに行くみたいな。漫画で読んだやつ。そうだからすごいその世界が嫌で、こいつらに暴力ではかなわない、格闘技も習ってみたけど喧嘩になったら絶対そうなの。喧嘩なんて技術じゃないじゃないですか。だからもう技術で魂ではかなわない、俺これ何で勝てるんだろうなと思った時に、どう考えてもうちの親親戚の方が目に見えないすごい力を持ってるぞ、うんうん、完全に悪役の考え方なんですよね。漫画の警察組織の腐敗とかを作り出してるやつのバックボーン。いやそうなんですけど、だからそれなんかやっぱ歪むんですよ。どうやって人間って追い詰められて怖くなると歪むんですよ、ね、どうやって持ち直したんですか。そのまんま行くと多分あの警視庁とかに入って裏で汚職をするタイプなんですよ。いやだから僕はスポーツですね。僕の場合はスポーツ大嫌いな、爽やか、絶対やりたくないって言ってたスポーツを親から強制されたがゆえに、あのたまたまテニスやってダメ、野球やってダメ、格闘技やっても、まあ、柔道はそこそこいけますけど、やっぱ打撃やるとリーチ長いやつになる、もう何やってもモテないし、これ何にもなんねえじゃん。俺やっぱ絵描きたいって言ってるのに、親が絵描くだけじゃダメ、スポーツやれってずっと言われるんで、たまたまやったそのヨットの世界が、ヨットレースの世界がピシッとハマって、ヨットレース、ヨット嫌だったんですけど、乗れるのも嫌だし、だけどやると結構前を走れるんですよ。なんか速いんですよ。才能があったんだ。たまたまなんですかね。だから、うん、俺乗り物得意だぞと思って、なんか車の免許も教習所みんな行くじゃないですか、ね、うん、俺これ受かんじゃねえと思って、うん、俺教習所行ってないんですよ。一発ですか。警察にそのまま受けに行って受かってんですよ。嘘でしょ、はい、だから仮免許も珍しいですよ。仮免許も一発です。へー、マジですげえ、はい、そのプロドライバーになった方が良かったんじゃないですか。いやだからひょっとしたら、だから乗り物意外といけたらしくて、船もそうだし車もいけてっていうので、それで認められると表彰で上がるわけじゃないですか、うん、高校ぐらいの時からこう僕隊とかいろんな表彰、やっぱりそれ自己承認欲求のが初めて満たされた時なんですよ、だから人から称えられたり新聞にこう成績が載ってたりとか、国際レースも大学の時出るようになって、うん、そういう風になると急にその歪みというか世の中に対する鬱憤とかじゃなくて、なんか知んないけど急に報われるわけじゃない。急に呪いが解けるんですよ、ね、そしたら呪いが解けたんですよ、うん、すっげー爽やかな解け方で羨ましい。そう、爽やかな解け方しました。スポーツきっかけに構成しましたって、もうみんな好きな話じゃないですか。だけど解けたけど、もう大学卒業したら、はい、スポーツ終わりでもう、早くゲームのとこに戻んなきゃみたいな。あ、そこはブレなかった。ブレない、もうすごい勢いで、あのみんな塩焼けして茶髪で、はい、サーファーみたいな格好して、ヨット部モテモテの中、一人だけもじゃもじゃで、うん、全く髪の毛が茶色くならずっと黒いままで
黒縁メガネの、でもキャプテンだったんですよ、早かった、うんうんうん、キャプテンなんですよ、キャプテン、キャプテンですよ、もう首相でキャプテン、ヨットも終わった瞬間に筋トレ道具も全部捨てて、ヨットウェアも全部捨てて、ずっと家でこうやってゲームやってました。よくそこまですっきり捨てられたもんですね。いや、その時功績出したもん。もう全然もう、もうこれは今もう勝ち逃げみたいな感じです。大人に対しての勝ち逃げ、大人に対して俺は役目を果たしましたよ。いい子供、成績のいい子供、スポーツもできる文武両道の子供、原田さんちはいい子育てましたね、いい大学行っていい、スポーツも良くて勉強もできる、すごいじゃないですかっていうところでゴールです。僕はもう義務を果たした。こっからは好きにやらせてもらう、こっからは俺の世界だ、ゲームやるぞっつって、もう初任給で基盤買いまくりみたいな